三ツ屋サイダー関連商品のリターナブル瓶左から、1、三ツ屋シャンペンサイダー2、三ツ屋サイダー3、三ツ屋サイダー4、バヤリースオレンジ5、バヤリースオレンジ6、ウィルキンソン炭酸7、ウィルキンソン炭酸8、ウィルキンソンジンジャーエール1.5リットルペットボトル入り、三ツ屋サイダープラス1977年のオリジナルグラス、キラキラグラス1.5リットルペットボトル入り、 三ツ谷サイダービニー三ツ谷サイダーは、朝日飲料が発売している、炭酸飲料のサイダー、同社の登録商標でもある。三ツ谷サイダーは、兵庫県川辺郡、忠村む平野ので、平野の光線が発見されたことに始まる。かつてこの地では、摂津三湯に数えられた、名湯、平野の湯と呼ばれる、炭酸泉の湯治場があったが、江戸時代末期には、廃れていた、明治時代に入り、 外国人接待用の炭酸水を調達するために、区内省の命を受けて、全国の水源を調査していた、イギリス人理学者、ウィリアム・ガランによって、平野高専が再発見され、炭酸水のご良品工場が建設された。1884年に、三菱財閥が宮内庁から、ただ銀山の払い下げを受け、三菱商会が、平野水として、炭酸水を販売。 1885年には明治屋が再試験を得て、源の三中にまつわる当地の言い伝えから、一本屋光線に改名して販売。1889年には、三屋平野水の名称で販売された。しかし、販売不振が続いたため、1905年には、三屋平野光線から販売された。なお平野水は、夏目漱石も愛飲しており、光人。 思い出すことなどにも登場。また、大正天皇の皇太子時代の1897年には、ご良品としても採用された。1907年に、帝国高専、株式会社が設立され、従来の平の水をもとに、砂糖を煮詰めた、茶褐色のカラメルやイギリスから輸入した、サイダーフレーバーを加えた、三屋イ平のシャンペンサイダーを発売し、1921年に、 三ツ屋シャンペンサイダーに解消されて販売された。1921年に、カトミノボルビールが、帝国高専、株式会社と日本製品を、吸収合併し、日本ビール荒金泉株式会社となり、1933年に、大日本ビール株式会社と併合されたが、三ツ屋シャンペンサイダーは、日本ビール荒金泉のユニオンビールと共に引き続き、製造を販売された。 太平洋戦争では、サイダーは軍需品だったため製造が続けられていたが、末期には工場を軍事工場として貸し出されたり、戦災で設備の一部を消失するなどしていたため、終戦の翌年の1946年7月まで製造が中断されていた時期があった。1946年7月から製造が再開されたが、国による砂糖の統制が行われていたため、 使用が解禁されたばかりの人工甘味料ズルチンに切り替えて製造再開。1951年には砂糖の統制が終了したことから砂糖を使った全糖蜜谷シャンペンサイダーも発売。なお、シャンパンの名称使用についてフランスのシャンパンメーカーから全国製量飲料連合会に抗議が来たため、1968年に蜜谷サイダーに改名した。 大日本ビール株式会社は GHQ が支持した過度経済力集中排除法による会社分割で1949年にアサヒ、アサヒビールと日本ビール株式会社に分割され、三谷サイダーはユニオンビールと共にアサヒビールが提唱し、戦前までのアサヒビールリボンシトロンの組み合わせからアサヒビール三谷サイダーの組み合わせに変わった。なお、 アサヒビールは1950年代半ばからビールの販売低迷が始まり、一時はシェア10%をキリソの存続が危ぶ生まれたが、1980年代半ばにアサヒスーパードライのヒットで復活するまでの約30年間の経営を支えたのは、三ツ谷サイダーの利益だった。1967年に柑橘系香味の透明炭酸飲料、三ツ谷レモラを 1970年に2 0 0トルの入り瓶を1971年に透明炭酸飲料で業界初の管理をそれぞれ発売し1973年に姉妹品として蜜やフルーツソーダを発売したこの頃の容器はビール瓶を細くした形で水色の瓶に紙ラベルが重複されていたがすでに瓶に直接印刷が施された プリント瓶に切り替えたキリンレモンに対抗して1972年から水色の文字とマークが印刷されたプリント瓶に順次切り替えられた。なおこの切り替えで不要となった 330ml 入りの旧型の瓶は地方の中小企業に流れて現在でもアサヒサイダー、蜂のへ製氷冷蔵などで使われている。アメリカで人工甘味料ズルチンの安全性が疑われ始めたため、 1961年に甘味料をチク炉に切り替えた。しかし1969年にはチク炉にも安全性が疑われ始めたことを機に人工甘味料を使用していたすべての製品の製造を中止、砂糖を使用していた全糖蜜やサイダーに一本化することになった。また安全性をアピールするため合成着色料の使用も中止し、現在のような透明色のサイダーになった。 1980年には前年に放送を開始したテレビアニメドラえもんとのタイアップを行い缶入りにドラえもんのデザインを施したり瓶入りにはドラえもんグラスがもらえるプレゼントを行ったアニメとのタイアップはこの後も1982年にドクタースランプアラレちゃん1984年にパーマンと続いた1984年に発売100周年を迎えて 缶やペットボトルに記されているミツヤサイダーが現在の書体で青色に変更されて現在に至る1995年までは朝日ロゴは側面部分にバイアサヒと表示していたが1996年のアサヒ飲料発足を機にミツヤサイダーの上にアサヒが表示された1988年に製造部門が分社化されて アサヒビール飲料製造株式会社となり、1996年に販売会社のアサヒビール飲料株式会社と合併してアサヒ飲料株式会社となる。2004年に香料を天然燃料のものに、水を天然水100%に変えて一層すっきりした味に仕上げて売り上げ数量が増加し、業績不振から一転して V 字回復した。近年流行の微炭酸へ移行することもなく、 キリンレモンと並び強炭酸を維持するなどして根強いファンを持つ2009年5月26日にカロリーゼロ、糖質ゼロ、保存量ゼロのミツヤサイダーオールゼロを全国で発売したカロリーゼロ、糖質ゼロ商品は126年間で初めてである同商品はアルミ缶商品で 250ml と 300ml ペットボトルで 500ml と 1500ml のに タイプ計4種類を販売する。2015年3月24日のリニューアルで、三ツサイダーゼロに改名し、2016年3月22日のリニューアルで三ツサイダーゼロストロングに再改名した。厳選の自粉量が少なくなったことから、発祥の地である、平野工場は1954年に閉鎖され、朝日ビール系列のホームセンターサンシャイン平野店に、 なったが2005年3月に閉店した。1912年に建設された、大正天皇御用品製造所はこのホームセンターの奥で、密や資料館になっていたが、サンシャインの閉店とともに公開が中断された。2016年、朝日飲料の環境方針の下、一部製品に植物由来の原料を使用した、オールバイオペットボトルの採用を開始した。2017年6月15日、 国際味覚審査機構による優秀味覚賞を受賞。2018年3月からはカルピスウォーターと共に大道ド,ドリンコが管理する自動販売機への供給を開始している。2019年1月にプラスチック資源循環や海洋プラスチック問題の対策において持続可能な容器放送の実現に向けた目標として容器放送2030を策定。 プラスチック製容器包装の重量削減を目指している、三谷屋記念館2019年3月28日、厳選地質とともに、川西市の文化遺産第1号となる、平安時代中期、摂津源氏の曽ミナ三中が、住吉大社の新宅に従い三つ屋バネの矢を放ち、矢の落ちたただに居城を建てた伝説による、三中はこの矢を探すのに功労が大きかった、孫八郎という男性に、 領地と、三谷の生徒三本の矢羽根の門を与えた。三中は、ある日高狩りに出かけた際、偶然居城近くの塩川の谷まで、一羽の高が湧き出ている水で、足の傷を治して、飛び立つのを目撃した。この湧水が冷泉として崇められ、付近の住民がこの天然光線を入浴として利用し、明治初年頃まで、平野温泉号として存続した。江戸時代。 平野高専は付近にある、ただ神社のに人、や焼、氷への領地であった。明治期になり、来訪した外国用人に提供する良質な水を探すため、明治政府は日本全国で水質調査を行った。1881年、大阪の造幣局の技術顧問であった、イギリス人の科学、夜勤学者、ウィリアム・ゴーランドが、平野高専の水を分析したところ、 炭酸ガスを多く含み、理想的な光線と認定し、当地に炭酸水を含む五両工場が建設された。その後五両工場は三菱に払い下げられ、権利を得た明治屋が1884年に、三谷屋伝説から名称を取り入れた三谷屋平野水と三谷屋炭酸を発売した。平野光線の水は平野水として広く世間に認知されるようになり、三谷屋の商標も確立した。 この、平野の水は、工事園第5飯は、炭酸水の代名詞として記載している。伝説の元となった三谷氏の墓は、川西市の多田神社西隣の西宝寺に現存する。1998年に西宝寺の本堂工事のため、多田い墓地へ移設された。現在販売されている、清涼飲料水では老舗で、一般に日本初のサイダーとも呼ばれているが事実とは異なる。 2007年に大道ドリンクと共同事業で昔の商品を再現した復刻堂三ツ谷サイダーを期間限定で発売した。2010年に新デザインで発売されて缶に昭和30年代のマスコットキャラクターであるインディアンの子供3人が描かれている。いずれも缶には三ツ谷サイダーが朝日飲料の登録商標であることが記されている。大道は以前に 札幌飲料とも共同事業を行い、復刻堂、リボンシトロンを発売している。販売、製造元がアサヒ飲料になって、以後、三谷のマークを冠した三谷サイダーの姉妹品、シリーズ品として、発売期間限定のサイダー飲料がいくつか、併売されている。グループ会社のアサヒグループ食品からは、三谷サイダーブランドのキャンディーが発売されている。 2020年3月19日時点で発売されている製品は2020年3月現在出演中2017年7月16日から応援される CM 夏とサザンとサイダーと編では38年ぶりにサザンオールスターズが出演38年前の CM とのコラボレーションとなっている2017年の CM 宣言編には 朝日飲料の別商品 CM 出演者のビートたけし、長沢まさみ、ディーン・フジオカがゲスト出演している。また1963年には3人の子供のインディアン人形を使った人形アニメ CM も作られた。ハット後の平野工場、三ツ記念館、三ツサイダー発祥の地であるこの工場では1954年に三ツサイダーの生産を終了。社長は 平賀聡氏が勤める。横浜のノースイ商会が販売していた。シャンペンサイダーエッセンス商品名はこのエッセンスに由来している社長は、根塚一郎が勤める。朝日ビール、札幌ビールエビスビールを製造販売。三井財閥系。現在の朝日グループホールディングス株式会社。現在の札幌ホールディングス株式会社。1980年代後期に、 三ツヤフルーツサイダーとして発売された。1985年を発売。1984年から1993年頃まで発売していた三ツヤライトサイダーは 100ml あたり 1kcal ロロ程度だった。現在はホームセンター湖南川西平野店となっている。当時は幕府より治療500国を与えられた寺。通常のサイダー味とオレンジ味があった。日付は 発売日で記述数値と説明は商品記載による2014年9月にペットボトル入りで2020年1月にミツヤサイダーレモラとして限定復刻されている。ありがとうございます。